120の穴を持つクリベジーをスコアボードクリベジーはトランプゲームの一つ。通常は二人で遊ぶ。トランプはジョーカーを除いた52枚を使用する。カードの数と間に強弱はない。A は常に1と扱われ、K より高位になることはない。数字の合計などを求めるときは A は1、2から9は、その数、10と F だは10として扱う。このゲームの最終目的は、 合計で121点以上の得点を得ることである。ゲームは以下の手順で行われるが、誰かが121点以上の得点を得た時点で終了となり、プレイや手役の得点計算の途中でもゲームは打ち切られる。お互いに札を引き、大きな数を引いた方が親になる。親がカードをお互いに6枚ずつ配る。残りのカードは山札とする。 各プレイヤーは、主札から2枚のカードを裏向きに捨てる。捨てられたカードは、クリブと呼ばれ、親のものとなる。クリブは、プレイには、直接使われず、クリブの得点を計算するときまで表向きにしない。子は、山札をカットし、親は切られた山札の一番上のカードをめくる。めくられたカードは、スターターと呼ばれ、プレイには、直接使われないが、 プレイ終了後の手役を計算するときに重要となる。なお、スターターで J が出た場合、親に即座に2点が入る。子から交互に手札を1枚ずつ自分の前に出す。この時、出されたカードの合計を宣言する。この合計が31を超えるようなカードは出すことができない。また、出したカードで役ができる場合、獲得点数も宣言する。 どの主冊を出しても31を超える場合、5と宣言する。5を宣言された場合、残ったプレイヤーは自分が出せなくなるまでカードを出す。合計が31になった場合、最後にカードを出したプレイヤーは2点を得る。31に達する前に誰もカードを出せなくなった場合、最後にカードを出したプレイヤーが1点を得る。誰かに手札が残っている場合、合計を0に戻し、 最後にカードを出したプレイヤーの相手の方から5、7のプレイを繰り返す。全員の手札がなくなったら、主殺の役を集計する。その後クリブを公開し、その点数を計算する。クリブの点数は親が得る。親を交代し、2から繰り返す。以下はカードを場に出した時に得られる役である。この手役親の手役クリブの手役の順に役を数えて、得点を加える。 以下は、主殺の組み合わせによって得られる役である。同じ役が、複数の組み合わせで成立する場合、すべての組み合わせに対して、得点を得ることができる。ジョン・オーブリーによれば、17世紀初頭に、イギリスの詩人ジョン・サックリングによって、ナギというゲームを元に考えられた。ナギはすでに忘れられているが、クリベッジは、英語圏における一般的なゲームとして生き残っている。クリベッジは、 アメリカの潜水艦において公式な娯楽として特別な位置を占めている。アメリカの太平洋艦隊で最も古い現役の潜水艦の司令官室には第二次世界大戦時の司令官であるリチャード・オカーンも使用していたクリベッジボードが置かれている。このボードは最も古い潜水艦が退役するときに次に古い現役の潜水艦に引き継がれる。クリベッジは 点数の変動が激しいため、点数を記録するための専用のボードが存在している。このボードには120の穴が開いており、対応する場所にペグを立てることによって点数を表す。一部のボードには点数とは別に勝ったゲーム数を記録する場所があるものもある。ありがとうございます。